こんにちは、神崎です。先日国の方から厚生労働省の方からね、保健医療機関に保健医療機関の指定通知の送付についてっていうことで来てます。ありがとうございます。ということでね、この通知書はねお見せできません。偽造されると困るんでね、通知書自体はねちゃんとありますんであれなんだけど、今回は2月1日から平成33年で1月31日までの6年間指定を受けてます。で、ちゃんと来ましたんでね、安心してください。でね、こちらね文書なんで、文書通知のこのひな形もあるような多分文書なんだけども、2月2日付で事務連絡をいただいておりますんで、安心してください。で、通知書はちょっとねお見せできないんであれなんだけど、大事な書類なんでこれはね。で、しかも直してるとこも教えません。これを保管場所も教えられませんのでね、すいません。ただしちゃんと通知を受けましたので更新できました。ありがとうございます。ということでね、保健医療機関としてまた6年間頑張ってまいります。よろしくお願いします。ということで、保健医療の通知の話でした。それじゃあまた。